同点になった時の声とか、9回の表のまだ諦めてない時の声とか、すっごい心に響いて、不思議に思うんだ。笑われても笑って、イラついても黙って、はい、お疲れ様。起き上がって、起き上がったらまた飲んで、飲んだら気持ち。寿司は負けっていう悔しい結果なんですけど、この甲子園っていう場所でこのメンバーとプレーできたのは本当に嬉しかったです。先生もものすごく楽しかったです。今日は結果として勝たせられなかったっていうのが、ものすごく悔しく先生も思ってるんだけど、お前たちがね、入学してくれて、いろんなこう日々を共に過ごしながら、ここまでなんとか歩んできて、全員で全員でって言いながら、しっかりと一歩一歩歩んできて、夏、頂点に立って、こうやって3000、4000校近くの中から49校しか味わえない、この甲子園に来れてね、本当に、お前たちに感謝してます。高校野球の一番の、聖地で、こうやって全員で、宮城野球というのをこう見せてくれてね、本当に、感謝しかないです。なんかもうできないって思うのが本当一番、辛いというか、そこだけがなんかこう悔しいんだけど、でもこうやりきったっていうね、気持ちはものすごく強くありますね。夏の大会期間中もしっかりと自分の役割を理解して、一個一個一戦一戦上がってきた結果が、ああいう大観衆の中で堂々と宮城野球を体現できたっていうのがね、一番嬉しく思います。まあ33人マネージャー3人っていう中で、ベンチに入るのは20人、先生いつも言うけど全員入れてやりたい、ね、全員で、やっていきたい、ね、そういう思いはものすごく強くて、それは同じように練習もずっとやってきたし、全員こうベンチに入れたいなっていうのはあったんだけども、高校野球っていうのはそこが必ず申し訳ないことをしたなというふうには思います。でも夏の大会以降メンバー発表してからね、チームのためにっていうことで、精一杯動いてくれてね、先を見越してね、動いてくれるような姿勢っていうのが本当にね、毎日毎日が嬉しくてね、素晴らしかったなというふうに思います。本当にありがとう。ベンチメンバーの中でもグラウンドに立てない、メンバーもいました。しかし、夏の大会からそうだったんだけども、声を枯らしてね、ベンチメンバ スタメンで出てないものも必死こいてね、戦ってるして、これにものすごく、毎試合また心を打たれて、嬉しくなるとともに、こうなんか出してあげたいっていう風なこう窮屈な気持ちになる試合の連続だったんだけど、でも本当にこう宮城のために、ね、野球のためにっていう思いで、動いてくれてね、本当にこう立派なメンバーに育ったなというふうに思いました。野球を通じてね、そういう部分をものすごく学んでくれたなというふうに思います。本当今日の試合も先生の責任でね、勝てずに、ここを見てて、あ、これ勝ち上がれるなっていう、ね、試合前にここで5試合やるぞってお前たちに言ったけども、本当にこう5試合できるようなノックの雰囲気で、先生だけ、緊張してね、キャッチャーフライ上げなかったんだけど、あなたたちの方がどしっと構えてね、プレーしてくれたんじゃないかな、まあ、その姿に、また心を打たれて、本当に嬉しく今日この頃です。あとはマネージャー3人ね、本当にこうしんどいことがたくさんありながら、選手たちファーストで、しっかり動いてくれて、楽しいことばかりじゃない、でもね、彼らはそういった部分の恩返しとして、最後こうやってね、
この舞台まで連れてきてくれて、本当に、よかったなと。マネージャーもね、ありがとう。まあ今日一日を終えて本当にいい経験をしたと思ってます。あんだけの人が集まって、あなたたちに向けてあんだけの応援してくれる人が来て、この場所で堂々とゲームをしてとか、宮代野球部として、プレーができたりとか応援ができたりね、いろんな部分で、これはものすごい経験だと思います。みんながそこを目指して、みんながそこで、一喜一憂したりとか、涙を流してきた場所だと思うんだよね。こんな記念すべき年に、出場できて、本当にあなたたちは宝物だと思います、それを財産にして、次に伝えてほしいなというふうに思います。最後に、これまで支えてくれた、今日も来ていただいていますが、保護者の方々、お前たち一人じゃ決してここまではたどり着けてない、先生ももう感謝の気持ちでいっぱいですし、お前たち一人一人もしっかり感謝をしてね、この半年間で、高校生活最後の最後までね、しっかりと学校生活を送って、卒業式まで、きちっと宮代の野球部員として、頑張っていってほしいなというふうに思います。で、宮代プライドっていうのを忘れずに、今後も歩んでいってください。いいですか？はい、はい。本当に今日までお疲れ様でした。まあ、甲子園のベンチに記録員として入れて、なんかいっぱい声出しもさせてもらって、同点になった時の声とか、9回の表のまだ諦めてない時の声とか、すっごい心に響いて、このメンバーで甲子園に来れて嬉しかったし、小学校から野球にいろいろ関係することをしてきて、今日がここ節目なんですけど、このメンバーと一緒に高校野球が終われることが本当に嬉しいです。2年4ヶ月ありがとうございました。2年半本当にお疲れ様でした。この2年4ヶ月5ヶ月振り返ったら本当にきついことばっかりで、まあ、自分は最初入部した時から、いきなりキャプテンっていう立場でもう任されて、本当にまとめれるのかなっていう不安がずっとあったんですけど、まあ、正式に2年の夏終わってキャプテンになって、まあ、その時に自分自身で、まあ、ここにいるメンバー全員に嫌われてもいいからこのチームを勝たせたいっていう強い覚悟を持ってキャプテンになったんですけど、本当にまあきつかったっていうか、もう一生やりたくないっていうのはあるんですけど、まあ、最後の最後、まあ、自分が最後バッターボックス入った時に大隅からお前がやってきたっていう声かけだったりとか、そういう言葉をもらった時に本当キャプテンやっててよかったと思ったし、まあ、このチームでやってこれたのは本当に嬉しかったし、まあ、最後自分のミスでチームが負けてしまって本当に悔しい甲子園だったんですけど、チームとしてもここにいるメンバー入った20人を試合に出させたいという気持ちは予選からずっとあって、そんな中で不甲斐ない結果ばっかりで立たせていることができなくて本当に悔しくて、だけど最後自分たちがずっと憧れてた夢の舞台で思いっきり自分たちらしい野球っていうのができたのは本当に嬉しかったです。こんなキャプテンをここまで2年4ヶ月5ヶ月たくさん頼ってくれて、まあ、ついてきてくれて本当にありがとうございました。まあ、みんなのおかげで自分もあの舞台でプレーすることができたし、本当に良かったと思います。これから佐々木先生方も言ったように残り半年学校生活があるので、まあ、やっぱり宮代野球部っていう名前を背負ってるんで、残り半年自分たちが今日応援してくださったように、まあ、学校に少しでもこれから貢献できるように、まだ学校生活終わってないんで、もう一回明日から、まあ、野球部としての活動は終わるけど、まあ、学校にこれから貢献できるように毎日頑張っていきましょう。本当にありがとうございました。